療センターに出頭すること。繰り返します。最近本日実験動物を取り扱った職員は緊急検査のため医療センターに出頭すること。止めればヘムロックは即座に目覚めるぞ。そうなったら何もかも破壊されちまう。プラットフォームに制御盤こうも大掛かりな施設をどうやったら思いつく。また犠牲者だ。隠れる場所を間違えたな。静かに、近くに見えたんだ。行かないと。死んだら俺も喋る死体になるのか。隅に横たわって意味ありげなことをつぶやくのか。それは何とも言えない。まず君には神経ポリマーメモリはない。その一方で君の体のポリマー化はかなり進んでいる。つまりどっちだよ。断定できるデータが少ない。確かめる方法は一つだけだ。なあ、遠慮するよ。殺虫剤レベルが低下、現在 6%。 急ぐ必要がある。今やってる。you
いよいよ危ういぞ。ポンプ持ってやつはどこだ、やめたのか。殺虫剤レベルが低下、現在 2%。 このままでは皆死ぬ。お先にどうぞだ。殺人植物を作るよりやるべきことがあっただろう。科学的成果への道は落とし穴だらけだ。失敗を避けるには何もしないでおくしかない。まるで俺とペトロフだな。
がかかるものなのか。確かにバーチツリーは何よりもまず象徴ではあるのだが、一日おきに世話をする必要。やっとか。いつ時間こそは寄生虫にろくなもんはない。これで気も呼吸できる。害虫が除去され、バーチツリーは正常化した。やったぞ調査。働いたのは俺だがな。応援しただろ。まあ少しはな。気分はどうだ。私には無意味な質問だが、気遣いは感謝する。出発か。ああ、長いは無用だ。完了だ。ゲートが開いた。これでバビロフから出られる。やっとか。もう容器は二度と見たくない。チャールズ、ザカロフの死因は。謎に包まれている。サチノフ博士しかその詳細を知らない。不審死か。サチノフは誰にも話していないのか。いいや、ザカロフは誤って危険な実験的神経ポリマーで満たされた層に落ちたという話だ。気の毒に。だがどこが謎なんだ。一部の人々が博士の話に疑問を抱いている。なぜ。研究室は常に監視されているにもかかわらず、妙なことにその瞬間の録画データだけがなかったのだ。そんなこともあるだろう。カメラが故障すればデータは保存されない。それは確かにあり得るが、不審な点がもう一つ。問題のポリマーは危険ではなかったのだ。だから落ちても死ぬはずはない。泳ぐことさえできる。そのポリマーが実験用の特性でたまたま危険だったとか。それももちろんあり得る。だがそれならザカロフ本人もそのポリマーが危険だと分かっていたはずではないか。自分で作ったんだからな。サチノフ博士と一緒に。ろくでもない話だ。レスナヤの駅から列車でソレンチェナヤに行く。そこからはアルティア。で、その駅はどこに。今いる村の反対側だ。行こう。データ保存中。
何をしてる。ロボットの修理だな。キチラの数が多いほど修理は早く終わる。今のところ安全だ。このまま無視して進めばいい。いや、待とう。カメラ付きのやつに見られたくない。カメラだらけだな。情報の送信先は。カメラからの情報の送信先は上空にあるホークと呼ばれているロボット操作ハブだ。カメラに取られたらどうなる。ホークはまずレベル1の警報を出し、近くのロボットが全て少佐のもとに押し寄せる。ロボットへの攻撃がカメラに見つかると警報はレベル2になり、ホークが増援部隊を展開する。警報レベルは分かるか。君のポリマー網膜に表示機能がついている。少佐、君と働けてよかった。君が死ぬ前に言っておこう。他に危険な施設用ロボットは。自立稼働でネットワークに接続されていないテレシコバ以外は全て危険と判断できる。すなわちペトロフが中央ハブに侵入してもテレシコバにはアクセスできない。俺の命を狙わないロボットが一種類はいるってわけか。
感知された。さらに多くのロボットがやっ保安システムでしまってる。アクセスする必要がある。そのためにはカメラに接続するしかないが、残念ながら私にはその機能はない。診断システム CDS ボランがあれば接続できる。他の場面でも役立つ代物だ。周囲にあるかもしれない。データによれば、ボランはこの村にありそうだ。その信号を検知する。今、位置を絞り込む。している。あったぞ、ボランちゃんだ。少佐、まもなく大量の敵が押し寄せてくる。君の死は不可避だろう。
俺でも持ってる。来いよこの野郎。このデバイスで保安システムをハッキングできるか？簡単にはいかない。アクセス拒否、正しいコードを入力願います。お急ぎなのかい？ばあさん、私を覚えてるんだね。いい子だ。バビロフはどうだった？あのヤブいいだろう。命からがら逃げ出したけどな。今度はこのボランと立ち往生だ。おばあちゃんの知恵だよ。もっとでかい銃だ。そいつがあれば簡単に片付いちまうさ。けど銃はこの辺にない。あ、小屋に来な。ボランをハックするのに役立つ設計図をあげるよ。使えるコードなんかもね。小屋だって。バーバヤーガは鳥足付きの小屋に住むものさ。あんたは型破りだな。その小屋はどこだ？道の先、丘の上の平地が見えるかい？そこへ行って待ってな。すぐ行くから。
急ぎなのかい。ばあさん、あたしを覚えてるんだね。いい子だ。バビロフはどうだった？あのヤブいいだろう。命からがら逃げ出したけどな。今度はこのボランと立ち往生だ。おばあちゃんの知恵だよ。もっとでかい銃だ。そいつがあれば簡単に片付いちまうさ。けど銃はこの辺にない。ああ、小屋に来な。ボランをハックするのに役立つ設計図をあげるよ。使えるコードなんかもね。小屋だって。バーバヤーガは鳥足付きの小屋に住むものさ。あんたは型破りだな。その小屋はどこだ？道の先、丘の上の平地が見えるかい？そこへ行って待ってな。すぐ行くから。この野郎！あのクソ浪に殺されるとこだった。待たせちまったかね。悪いね。支援は助かるよ。それで、でかい銃が必要になりそうなんだが。上がって、茶でも飲みな。飲み物はご自由に。ああ、わかった。いいテレビだ。番組は？アニメさ。見ていいよ。あんた一体。報告によれば、サーチの札よ。よく見ておきな。施設で不具合があったと。同志モロトフ、不具合はすでに修正されています。正常に戻りました。心配はいりません。アメリカがこの件を聞きつけたらどうなるのか分かっているのかね。国際的スキャンダルだぞ。それは分かって危ういのだぞ。我々のアトミックハート計画が。私の計画です。あの忌まわしい戦争が起きる前から私が始め、そして私が進め、あなたに反対された計画だ。あの戦争でソビエト市民が一体何百万人犠牲になったと。私は二度とあのような戦争は起こさせないと誓う。君が機械よりも人命を重視しているようで安心だ。同志サチノフ。だが我々が西側諸国の制裁処置にあえぐ事実は変わらない。同志モロトフ、人命こそ最優先すべきです。資本主義による搾取の時代はもう終わる。西側の労働者階級を支配者層がつけた首輪を外す。私は自分の使命を十分に理解しています。ソビエトの総ポリマー化、コレクティブの導入、そしてアトミックハート計画。使命とは何のことだ、同志サチノフ。君のロボットが戦闘モードに切り替え可能だとアメリカ側に伝わってしまったら、君の計画は水の泡なのだぞ。彼らには伝わりはしません。繰り返しますが、不具合はすでに解消したのです。同志サチノフ、科学アカデミーの名誉会員である君が言うのであれば納得する政治局の役員はいるだろう。だが私は納得いかん。それはどういうことでしょう。
起した不具合をめぐって特別調査をするよう政治局から間もなく決議が降りる。本日君の施設へ行くことになる。よろしいかな、同志サチノフ。ええ、同志モロトフ。もしそれが局の要請であれば。こりゃ驚いたな、ばあさん。一体どこからこの映像を。耳が聞いてね。余計なことは気にしなさんな。あんたに他にやることがあるんだろう。お土産がその角にある。ボランのコードで何をするかは知ってるだろう。設計図もやるから私の修理機に渡すんだ。あんたの彼女みたいに噛みつきやしないさ。あれが俺の彼女だと。まあばあさんには随分世話になったな。やることがあんだろ。あんた、ただものじゃないな。おやおや、混乱してるんだね。当然だろ。空飛ぶ小屋に量子コンピューター。あんたみたいなばあさんは初めてだ。忘れっぽいね、たく。確かに怪我で物覚えが悪くなったが、あんたは一度会ったら忘れない。些細なことだよ。大事な用事があるんだろ。違うかい。まあそうだな。VDNH に行きたい。この辺に駅はあるか。村を通って道を進めばすぐさ。頭上に目を光らせておきな。何でもお見通しだな、ばあさん。そうとも、私がついてるんだから。あんた幸せもんだよ。なぜ俺を構う。真の男か玉なしか確かめたいのさ。厳しいな。そうじゃなきゃ認めることはできないよ。よく生き延びたな。あたしゃ死人さ。何？どういうことだ。あんたバカなこと聞くんじゃないよ。お供でぶん殴られたいのかい。あたしは生き延びるために訓練されてるからね。どうやって追跡を。あたしゃ誰でも追跡できる技術を使ってね。おっと、こうしようじゃないか。お互い訳あり同士だ。事情は聞かないでおこう。いいかい。了解。あの変なペットは。どこが変だい。ちょっとお茶を入れてくるよ。ただの古い鶏だってのにね。なんだって。嘘だよ。ここは3826番施設。まさにエメラルドシティ。あんたロボチキンを見たことは。いやない。そんな存在すら知らなかったが。行って見てきな。もう行かないと。ああ、行ってきなって。おっと忘れてた。箱に入った金色の指輪を見なかったかい。3826番施設でさ。箱の中か。いろいろと忙しかったんでね。悪いが見てないな。ならいい。 VDNH を楽しんでおいで。ああ、いろいろありがとな。待ちな。シュトックハウゼンと会うんだろ。なんでそれを知ってる。風の噂さ。あのドイツ野郎に伝えとくれ。他人の女を追っかけ回すからこんなことになるってね。わかった。何の話だかわからんが。駅までは遠い。村の車を使うといい。ジーナは結局何者なんだ。それは難しい質問だ。私は彼女には会ったことがない。意外だな。なぜだ。あのばあさんがいるときいつも黙ってるから隠れてるのかと。彼女が誰の味方なのか分かるまで存在を表さないことにしたのだ。納得だ。でサチノフがモロトフに話していた
アトミックハート計画って？それについてはデータがない。サチノフ博士に尋ねるべきだ。まあ、必要あれば教えてくれるか。駅を探そう。侵入成功だ。全部見渡せる。目当てのカメラを探そう。カメラだ。映像は捉えたか？今やっている。よし、ゲートを開こう。レベルを確認した。厄介なことになったな、少佐。
データ保存中。